今日はマグロカツを使ったマグロカツ丼の紹介です。まずマグロカツ丼のつゆは出汁に砂糖と醤油を加えたものです。そこに溶き卵を入れて煮立たせます。そうしているうちにこちらの先ほど揚げたマグロカツをご飯の上に乗っけておきます。で、マグロカツが乗っかったものに先ほどの溶き卵をかけていきます。はい、これにネギをかけて出来上がりです。とんかつと違って大変ヘルシーで美味しいマグロカツ丼の出来上がりです。ぜひ一度作ってみてください。